何の用だ。支配の律者が倒されたわ。ああ、知っているよ。そのコアは消え、行方もわからない。でも今日はそのことで来たわけじゃない。何が聞きたい。私が律者の力を使って人形と戦った時、私の意識は、そこは律者の力の根源たる場所だと思う。果てしない意識がそこを覆っているように感じた。その意識は私の脳内に何かを直接注ぎ込もうとしたけど、それは私の体内を満たす電磁波によって阻まれたわ。ケビン、私は疑問に感じたの。もしその意識が例の崩壊の神なら、そんなことで自分の使徒に影響を与えられなくなるもの。前の世代から今日まで全文明の最後の英雄として戦ってきたあなたが何も知らないわけないわよね。今の世代の人たちに教えていない秘密はあとどれだけあるの。答えてほしい、今すぐに。いいだろう。今の君にならその資格がある。資格？答えを求める資格さ。ケビン、ケビン、あなたって本当に人に迷惑をかけるのが好きね。